はい、というわけでしてね、レビュー 2.4 ですけどもね、いや今なんだっけ、ボクシングやってたんですよ、収録終わった後、収録の途中にほら井岡となんとかって言って、なんかねどっちも元ヤンみたいな感じの人たちが殴り合ってましたけど、で今その後 TBS がボックスやってんだな、市原隼人のこれボクサーのやつ、あいつも刑務所入ったりボクシングやったり野球やったり、本当熱いの好きだね、犬は鳴るわ、うん、なんか人を殴るようなやつって好きなんだね、あの人っつうのはさ、結局なんか熱いこと言ってもなんか話聞いてると危ねえやつだなって感じもあるね、なんかちょっと。で今見てたら谷村美月出てるんですね、ボックスね、うん、俺のティファに似てんだよね若干ちょっと、で今ちょっとキュンとしてるっていうね、あ、まあ、そういうとこありますけどね、というわけでレビュー 2.9 ですけどもね、まあ今日の一冊目はですね、まあ、ついに読んじゃった、もうこれでだね、誰にもバカにされなくて済むね、本当にね、ようやく高みいった感じするね一つね、というわけで今日の一冊目はですね、うまく喋れるかどうか分かんないけども行ってみましょう、というわけで今日の一冊目、紫式部でね、源氏物語ですよ、終わりました、山口徳平校長岩波文庫版、原文ですからこれ、中古日本語ってやつ、中古日本語っていうとなんかね、ちょっとせっかく新品でゲーム買ったのに売りに行ったら1000円にしかなんなかったって感じになっちゃうから、そういう感じですよ、もう昔の言葉、平安時代の話か源氏物語ってね、で読んだわけですよ、でまあね、いつか読みたいと、やっぱりこれいるでしょ、俺の周りでも多いよ、日本の文化って大事なんだがわやとか散々偉そうなこと言っといて、源氏物語一冊も読まないで語ってるってやつもいるわけでしょ、でそういう嘘つきにはなりたくねえっていうのは常々思ってましたから、でも面白いもんでね、俺なんか歴史なんか信じねえよって思ってるタイプですよ、歴史なんか繰り返さねえしって思ってるタイプなんだけど、そういう人に限ってこういうの読むってのはどうもおかしい話だなって思いつつね、でまあ読んだわけですよ、読んだらさ言葉わかんないわけ当然ね、だってなりとかけりとかって言ってんだもんね、本当なりなんて言われると殺すけしか思いつかないしさ、本当語尾にもじゃってつけばもじゃこうしか思いつかねえからさ、何の話なんだこれはって思いつつ、でまあこの後まあちょっと紹介するんですけどもね、小泉義弘さんって人が書いたね、マロンっていうね源氏物語をこう1兆2ページにまとめたっていう本があるわけで、これを1ヶ月ぐらい前、源氏物語にまず1巻読む前に取り掛かってさ、まずざーっとあらすじ自分の中に入れちゃって、で源氏物語図書館、まあどっちも図書館から借りたんだけど、図書館から借りてくる中さ、原文を読む前にまずもう1回そのマロンで1回ストーリーの確認するわけさ、でその後原文を読むっていう、そういうね、母親に言ったらあんた真面目な大学生じゃないんだから何やってんのって言われるぐらいで、そんな真面目なことやってたわけ。まあもっと効率なもしかしたら辞典っていうの、そういう昔の古語っていうか、そういう言葉の辞典を照らし合わせて読むのは一番手っ取り早かったかもしれないけどさ、さすがにそこまで真面目じゃなくてさ、だからずっとその小泉さんが書いたマロンっていう本の栗になってますからね、それは源氏が栗なんですよ俺の中で、源氏ね、本当で、ああなるほどって思いつつさ、でまあそのガイドを使いつつ、まあ、読んだんですけどもね、とっても面白い本だね、これは間違いないね、やっぱり今から1000年ぐらい前の本だけど、今でも朝木夢見氏だとかって、まあ、漫画だったりこの間もノイタミナで 2,3 年前にやってたっていうことを考えればさ、これやっぱそれに耐えうるんだ、やっぱ1000年前だってやっぱりさ、俺読んでて、まあ源氏って人がまあやりたい放題やるってまあ話かもしれないけど、一言で口まえば、まあいろんな女人と関係重ねてったり、まあその中で源氏が結婚して夫婦とのまあ関係性があったりつって言って、で源氏の今度息子たちの世代、孫みたいな世代になってって、今度薫っていう人にこう話が移っていくっていうね、多分 5,60 年の話だと思うんだけど、やっぱこの歴史の流れみたいなのって面白いんだよね本当に。でやっぱりさ、すごい普遍的だなと思ったわけです、読んでて。僕だってティファに振られたわけですよね、さっき言った通り、俺の用語辞典の俺のティファにさ、わかるんだよ、物にできないって気持ちが、やっぱりすごくよくわかる。でその自分がすごく追い求めてる人がいても、その人とは結ばれないけど別の人にも惹かれちゃうっていうとこもすごくよくわかるね、やっぱり。だから前に塩や旬でガタガタ騒いでるけど、じゃあ源氏物語にも怒んなきゃなんないって話聞いた時に、確かにそうだと思ったんだよね。光源氏なんか二人どころじゃないですからね、手出すの。本当にもうそこに手出すかっていう話でさ、
よく DMM アダルトにさ手出しちゃいけない人に出しちゃったっていうシリーズがあるけどね、それ見たらもう本当にやりたいことやっちゃうんだから、本当さ、だって自分のお父さんの奥さんにも手出したりとかするからね、本当。でもなんかこれがですね、わかるんですよ本当に。でなんでわかるんだろうって思ったのね。で自分でまあ全6巻言わない文庫版まあこうやって読んでさ見てさ、まあ、ずっと栗がね妄想しつつこう読んでみた結果、やっぱりその紫式部って人はやっぱその目の付けどころがいいんだろうなって思ったわけで、もちろんねそのあらすじだけ追ったんだから細かいとこ拾えねえじゃねえかって、まあ、怒る人はきっといると思うんだけど、まあ、いずれだからそんなやつに負けないために俺はその現代語訳とか読んでみるつもりでいるけど、負けないってすぐ言うけどね、本当にボクサーじゃねえんだからって話だけど、そのやっぱそのセックスするわけですよね、要は。だけどさやっぱその書き方とかってきっと綺麗に書いてんだろうなって思ったわけ。要はなんかセックスの話っつうとすぐ杉本彩みたいなバカ女出てきちゃってさ、あたしはなんて言うけど、いちいちそんな具体的に言わなくたってやっぱ伝わるんだよね、ちゃんとその読者の想像力にやっぱ委ねるっていう方法がもう千年前からもしかすると取られてたんじゃないかって思うとさ、やっぱ大したもんだよなと思ってさ。で僕はまあね今回ちょっとそのまああらすじだけ追ったわけなんで細かいとこ拾えなかったというちょっと悔しいとこあるわけですけども、やっぱその解説なんかによるとやっぱりその心理描写も巧みだって言うんだよね。でそれはさ個々でこうやって読んでてもなんとなくさ原文頑張ってそれでもさ読むっていう状態じゃないね、眺めてんだねほとんど。それでもさなんか確かに伝わってくるものってあったんだよ、あらすじを踏まえておくと。だからやっぱ俺もうね、何が嬉しいって今度古事記っていうんですか、日本書紀とか竹取物語とかね、そういうもんも読みたくなってきたんだね。だからやっぱ昔のものってやっぱいいっていう風にやっぱ改めて思いましたね。日本だろうが中国だろうがやっぱりずっと長く伝わってるものって間違いねえんだっていう風にね改めて思いましたこれ。だからちょっと言わない文庫版でさすがにドンと読むのは大変かもしれないけども、だから朝日夢道とかもきっと面白いと思うんですよ、いろいろ漫画とかにもねなってるだろうし、また BL みたいな絵で描いてる人たちもたくさんいると思うんだね本当にさ。だからでもそういうのもね源氏物語触れておくのは間違いねえぞっていう風にねはっきり言えますんで、言わない文庫版で読むかどうかは別としてもね、源氏物語は絶対おすすめの一冊です。はい、というわけでね今日の一冊目はですね、紫式部山岸徳平校中で源氏物語言わない文庫版でした。はい。